患者が薬剤規定通りに服薬することである。コンプライアンスの語は、迎合性という意味である。現在では、正しい情報による説明と同意という、インフォームドコンセントの概念の登場とともに、アドヒアランスの概念に移行した。もともと実験医薬理学において、例えば、ラットの血管を取り出し、圧力をかけると、予防薬剤などにより動脈効果があまりない血管は、 圧力に追従、迎合して、血管兵器がライナーに変化する。このようなものをコンプライアンスが良い血管と呼ばれていた。元の力に対して、きちんと反応するものは、コンプライアンスが良いと定義される。服薬指導学では、患者が薬剤規定通りに服薬している場合、コンプライアンスが良好であるといい、そうでない場合をノンコンプライアンスという。 ノンコンプライアンスの原因としては単純な飲み忘れや飲みすぎが多いが、その他には指示を理解していなかったため誤って服用した、治ったと思い込み自己中断した、副作用の経験から自己中断した、などの原因がある。コンプライアンスには単に従うような意味が含まれるが、患者が正しい情報を提供に基づいて同意するというインフォームドコンセントの登場によって、 アドヒアランスにとって変わられ、コンプライアンスの概念は過去のものとなった。アドヒアランスでは患者からの副作用のモニタリングや報告といった意思決定への相互の参加が積極的に意味される。治療方針の決定について患者自身が積極的に参加し、その決定に沿って治療を受けることである。患者が自身の病気を理解し、 治療に対しても主体的に関わることで、より高い治療効果が期待できる。従来のコンプライアンス概念を見直す形で、この考え方が重視されつつある。医療者が患者と共に考え、相談の上決定していく必要があるとされている。アドヒアランスを高めるためには、副作用に考慮し、忍ぶ広姿勢を高めたり、投薬の設計を単純化するなどの工夫が必要である。 不適切な処方や説明不足の改善も必要であり、患者と医師との関係などによってもアドヒアランスを良好にしていくことができる。ありがとうございます。